こんばんは。おはようございます。2019年1月の23日水曜日、12時35分。ふわっち通常枠です。よろしくお願いします。どうも。マリルボーンさん、おはよう。今起きたん？今起きた。おはよう。マリルボーンさん、アレルギーは家帰ったらだいぶ落ち着いたん？うん、アレルギーはすぐ治ったよ。アレルギーは部屋から出た瞬間もう収まったぐらい。猫のアレルギーは辛いよね。犬好きなんね、犬も猫も。
知りたくねえな。もうやだ。今日は休みたい、本当に。オーブンアット伊藤さんなんだこの配信。オーブンアット伊藤さん走ってこい。走りたくないんだよね。アドツボンさん、アレルギー大丈夫？アレルギーは大丈夫だよ。部屋出た瞬間収まって。マリルボーンさん走りたくない病。うん。佐野はハゲさん、おはようございます。マドさんのせいでカキピーにハマりました。嬉しいよね、カキピー。あのシミマヨ食べた。あと梅にハマってシミマヨに行ったんだよね俺。カキピーうまいよね。セブンイレブンはね、ピーナッツが多い。佐野はハゲさん、わさびうまいですか？いや、俺はわさびは嫌い。辛すぎる。本来のわさびは好きなんだけど、なんか人工的に作ったわさびの味はあんま好きじゃないね。佐野はハゲさん、マヨ試してみます。ありがとうございます。シミマヨ、最初えってなるけど、結局たどり着いたのはそこだったね。
マリル・ボーンさんはドさんがツイッターでいいねしてた来週の浅草東洋館のイベント行く。後で LINE ちょうだい。え、チケット手に入るの？チケット手に入った？あれでしょ？28でしょ？マリル・ボーンさん手に入れた。おめでとう、プレミアチケット。激アツだよね、あれね。ボーンさんへ。プレミアチケットじゃん。工藤館でしょ？誰が出るっけ？工藤館、たけしさん。すっごい豪華だよね、あれ。手に入れたんだ。すげえな。さすがだな。超プレミアじゃん。超プレミア。あれ、マリル・ボーン、LINE 繋がってたっけ？マリル・ボーンさん繋がってない。繋がってないか。サンワドちゃん、シャカ、ノースポンチャ音符どうも。たけしさん生放送は YouTube ライブ初登場だからね。激レアでしょ。ついにたけしさんもネット進出だからね。アクセスどうなるんだろうな。マリル・ボーンさんもしかしてワドさんぼったり？まあ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 。でもあれだよ、東洋館めちゃめちゃ、東洋館行ったことある？まあマリル・ボーンはあると思うけど、たけしさんフリークだから。東洋館めちゃくちゃ狭いからすげえ臨場感あると思う。行ったことある？東洋館客席数少なくて、もう本当に目の前で見れる臨場感ある箱だからすげえ激レアだと思うよ。タムタムさん、奇妙な微笑みしやがて。 W はどつ。はい、はどつ。メンバーメンツどんな感じだっけ？生放送すごい豪華だよ。マリル・ボーンさん仙台行ける。仙台も行けるんだ。
仙台もチケット取ったの。さすがだね。タムタムさん、何時やるの？ライブ、いや、ツイッターに書いてあるけど、これだね。ビートたけし、はい。俺のツイッターチェックしてる人だったらわかると思うけど、もう、立ち上がってて、昼の2時だね。1月28日、昼の2時に、ビートたけし杯漫才コンテスト。タムタムさんを。うん、俺のツイッターチェックして、ればわかるよ。レイランさん、こんにちは。はい、こんにちは。タムタムさん、うんうん。レイランさん、あら、和道、お風呂入った？いや、風呂入ってない、まだ。今、寝起きで、走ってからいつもお風呂入ってるね。だから走りたくない病が始まった。走りたくない病が。さん、やっぱりトレーニングちゃんとしてるじゃん。トレーニングっつうか、あんまり嫌なんだよね、そういうの。自分頑張ってますアピがすごい嫌いなんだよね。お腹空いてるけど食べたら走れないから、いつも朝起きて1時間放送やって、水分補給とか歯磨いたりして、でそっから走ってるかな。腹に1回だけ飯食った後に走ったことがあって、吐きそうになったの。もうなんつ、胃からせり上がってきて、でタイム落ちたし、胃の中に何か入れたらダメだっていうのは本当に勉強になった。C さん、ニコ生から逃げた人だ。もうそっからね、食べてないっすね。ご飯は走った後に食べるって決めてるかな。レイランさん、どのくらい走るの？5キロだね。5キロを走ってて、5キロ走ってる間に花火が一発飛んだら最後にダッシュかますっていう。10発花火上がったら10発ダッシュとか、そういう、なんかちょっと企画っぽいノリでやってるかな、今。走るのは走って、で、その後ダッシュかな、花火の数だけ。だから一番多い時は、なんか6発ぐらい花火飛んで、すげえ大変だったね。もう筋肉痛ガッチャガチャになったね。めちゃめちゃきついよ、5キロ走った後のダッシュ。地獄、本当に。レイランさん、正直みやびには負ける気しないでしょ。いやー、ま、本当の本当の感想を言うと、すげー上手くなってるね。油断一切できないし、やっぱりカズさんのコーチがすげーいいから、どん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 上手くなっちゃってんの、みやびが。だから正直今の今でやったら勝てるって思ってるけど、このままトレーニング続けられたら本当に全然余裕で負けると思うよ。もう本当に練習した方が勝つって感じだと思う。そんなに差ないよ。もう本当に練習しないと負けるって感じかな。
それくらい拮抗してるっていうか、まだ俺が技術トレーニング入れてないから基礎体力作りだけやってるからあれだけど、どう転んでもおかしくないよ。そんなに弱くないよ。ただまあ負ける気は全然ないけど、絶対勝つと思ってるけど、絶対勝とうと、絶対勝つと。さつきさんはどっち？おー久しぶり、いいね、ありがとうね、わたつなんかね、体重がね落ちなくなってきたね。体重乗ってないけど体つきで分かるんだけど、安定しちゃってるね今。こっから体重落とすの大変だろうな。体が慣れてきたんだろうね。太ももとかみっちみちだもんな今。こりゃラップ巻いて走るか、サウナスーツか。いや、なんだろう、絞るのが目的ではないから、体を仕上げるのが目的だからさ、大丈夫だよ、減量ではないから。
そう。なんであの人たちサウナスーツ着たりするとかさ、体重を落とさないで試合に上がれないからじゃん。むしろあれ弱くなる作業だから、あれはやらなくていい。あれは骨身を削って弱くなってるからね。すごいよね、だからボクサーって。自分のピークの強さじゃない弱いところで試合に上がるんだ。いや、俺、それであのクオリティなのって思うもん。化け物でしょ、プロボクサーって。タブタブさん、ぐんぐんすごい。だってさ、自分の体重から5キロとか10キロとか落としてさ、ヘロヘロの状態で戦えって言われてあのクオリティなんだよ。めちゃくちゃかっこよくない？ボクサー。10キロなんか落としたらさ、戦えるわけねえだろうって思うもんね、普通だったら。かっこいいよなぁ、ストイックだよなぁ。かなりさん、目が腫れてる平気ですか？目が腫れてるのはね、昨日のりこの家に行って、猫アレルギー発症したからなの。かなりさんいらっしゃい。昨日のんちゃんち行った。タブタブさん、そりゃあ、ジョーも廃人になるわ。そりゃジョーも死ぬわな。いや、減量とか経験ないけど、ああ、もう地獄だと思うよ、本当に。だから、親父に聞いたことあるけど、減量とか、3軒先の水の匂いがわかるって言ってたもん、ね、水の匂いとか、水滴の音とか。ポタップさん、平均体重になると落ちないでしょ。平均体重っていうか、まあ、どん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 落ちなくなってくるよね。止まるんだよね。ていうか、ドレさんすごいよね。1週間で何キロ落とした、あの人。7キロぐらい、8キロぐらい落としてたよね。タムタムさん、特殊能力バラ。いや、辛いと思うよ、減量ある選手は。もうちょっとしたら走り行こう。もうちょっと待って、走りたくないっていうの戦ってるから今。スラタン、はい、ワドツ。ウサンワドさん、走らないと。走らないとね。今日何日目走るの、確認すっか。今日何日目だろう、トレーニング。
17日目か、次が17日目だ。走らないとね。走らんと。わあ。タムタムさん、ペコ赤ちゃん産みそう。ペコはオスだよ。赤ちゃん生まれないね。タムタムさん、わら。タムタムさん、シャカ？シャカがメス。走りたくない。ランナーとかなんで走ってるんだろう。なんで毎日あの人たち走れるんだろう。すごい気合いだよね。そうそうさん、気合いだ気合いだ気合いだって、タムタムさんね、うん、ねえ、そうそう、おはよう。タムタムさん、あれアイコン？カメオさん、逆にここまで毎日走ったのがすごいよ。たった10日間、20日間行かないぐらいだよ。
早く技術トレーニングやりたいし、ジム通いたいな。ジム行きたい、ジム。焦りが半端じゃない。向こうがメキメキ、ボクシング上手くなってるから、やばいね。超焦る。自分が分からなくなりました。そうそうさん、いいねを99個プレゼントしました。いいね、ありがとう。いいね、ありがとう。そうそう、5キロ 何分ぐらいで走ってるって言ってたっけ。そうそう、どれくらいのタイムで走ってんの、5キロ。そうそうさん、流して28分、流して28分。さん、ドラクエモンスター今年で5周年やって、ツイッター見ててもアマゾンギフト券プレゼントでアマゾンギフト券500当たったわら、よかったじゃん。流して28分、俺のトップスピード、トップスピードじゃん。やば。え、トップスピードで25分ぐらい。やっぱ流しで28分。マリルボンさん、ちょっと1分くらい走ってみたら、やばいでしょ、足がもつれそうになったわ。でしょ、俺もそうだったもん。50分かかったもん最初。だからこの体育会系の人たちと比べたらダメなんだって。ニートだからスペックは。そうそうさん、25いけると思うよ。まあいけるだろうね、多分あのガタイだったら。タムタムさん、わら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 、多分もっと上げて24分台多分いけると思うもん。あの体だったら、ガタイだったら。毎日28分流して走ってる。だから俺のトップスピードで走ってるのと、ソソの流しはイコールなんだ。だから毎日走ってる人からすると楽なんだよ、もう。ジョギング感覚なんだよ。ソソ普通にガタイめちゃめちゃいいよ。太ももとかパンパンだったもん。なんか、あのね、スポーツできる人ってね、足とケツ見るとわかんの。足っていうか太もも。太ももとケツがすごいでかいの。馬みたいなの。なんだろう。野球選手とかもそうじゃん。プロ野球とかサッカーとか。ケツがすごいんだよね。ケツと太ももが。馬みたいなの。やっぱボクサーもそうらしい。タブタブさん、うんうん、プリプリって上がってる。プリっていうかね、バカってでかいんだよね、その足腰が。タブタブさん、わら。いや本当に馬みたいな。だ、土台ができてるんだよちゃんと。あれはね、エデンも結構早く走れんだよね。25分余裕っつってたもん。ガチランナー多いんだよ。でもなんか走る喜びみたいなものを一切感じないんだよな、俺。なんか運動する喜びが全然わかんないんだけど、なんか、なんなの？なんだろうね。俺マジで野球とかサッカーとか友達に誘われたことないもんな。なんか運動しに行こうぜって誘われたこともない。それくらい嫌いなんだよ。ある？野球とかやってた？サッカーとか友達とやりに。俺全部断ってるから、もう誘われなかったもん。いや、行かないわ、つって。ミニ四駆とかやってたよ。ミニ四駆走らせてたよ。アドレナリンが出るのかな？そうそうさん、払われてきて、鏡見たら嬉しくなるよ。いや、腹は引っ込んできて、多分このまま行ったら割れるね。今こんな感じ。ここだけ残ってる。前がなくなった。でもここカット出てきたもんね。前なかった。ほら。
ここにくびれ出てきて、この肉を落としたら多分割れるんだよ、横っ腹。ウエスト出てきたよ、くぼんでるでしょ。バカーン乗っかってたかんね。すげえ細くなった。だ、あれか、肉体美みたいなもんなのか。ここになんかくぼみなんかなかったもん。カメオさんはほんまや引き締まってる、ショー。いや、本当に走ってるもん。だこのペースでいったら多分腹筋割れコースだと思うんだけど。まあ、3ヶ月ぐらいかかるだろうな、腹筋割れるまで。あと2ヶ月。そうそうさん、いつもそこで止まるや、わら。いや、そうそう、それも相談したかったんだけど、ここ3日ぐらいね、減らなくなってきたの、体重が。なんかそう、体が止まったんだよね。太ももとかはね、ムチッとしてるんだけど。カメオさん、あとは筋トレをがっちりしたらむきるね。筋トレはあんまやる気ないね。停滞期だと思う。俺もちょっと変だなと思ってんの。毎日ガーって痩せていったのに、ここで一回止まったの。で、これを乗り越えるとまた痩せ始めるんだっけ？なんかあるらしいよね、停滞期っていうのが。この3日ぐらい全然痩せない。食事の量も変わってないんだけどね。むしろね、食えなくなってきた最近。昨日も、のりこと飯食ってて途中で、あ、もういいわってなっちゃった。食えないんだよね、最近。すぐお腹いっぱいになる。大盛りとかも食えなくなってきたもん。大盛りなんて、大盛り食って、なんか。そうそうさん、そうです。心との戦いです。ああ、もう精神なんだね。マリルボーンさん、走ってるだけで腹筋鍛えられて割れるくらいになるん。なる。腹筋は鍛えて割れるんじゃなくて、皮下脂肪が落ちて割れるのね。だからスタイルは必然的に良くなる。走ると脂肪がなくなるから。だからあれは皮下脂肪がないから腹筋は全員割れてるんだよ。だから腹筋をでかくするっていうよりは、どちらかっていうと皮下脂肪をギリギリまで抑えるからみんな割れてん。でもボクサー体型とか憧れるよな。サッカー選手みたいな、あの腹筋割れてるね。1時間したら行くか、やろう。そのプライベートで走ってるのがすげえなと思うよ。まださ、俺試合だから走るっていうのはさ、理由があるじゃん。捨て頃があるから走るっていう。なんかランナーの人とか別にないわけでしょ、それが。なんかもう自己抑制だけで走ってるわけでしょ。理解に苦しむよね。多分ね、肺活量の問題なんだよね。あの、タイムが上がらないの。筋肉的にはもう、筋量的にはね、多分いけるの。あと楽に走る方法も分かってきたから、体の力抜くっていうのが分かって、その、なんつうんだろう。軽やかに走るっていうか、リズミカルにっていうか、踏ん張りすぎてんだよ。肩の力入れすぎてるから、ストン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 ってやるといいんだけど、肺が持たないんだよね、心臓と。パクン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 つって入らないの、空気が。まあそのために走ってんだけど、それを上げるためにね。心臓はまだパクンパクン言うね。心肺機能が追いついたら多分もっとタイム上がるなと思う。もうちょいピッチ上げても体はまだいけると思う。行くか。
ていうかみんなマジでさ、俺さもう本当にさ心折れてさサボりそうになるからもう毎日無理やり走らせて本当に朝追い詰めてやれってもうもう無理だよ今日放送休んでもう放送すらも休んで走るの休もうかと思ったぐらい休みたいもんちょモチベーション係やってコーチモチベーションのコーチやってもう本当に心折れそうだから毎日毎日これ多分ね1日でも休んだら負けるよそれくらいギリギリだと思うもんもう試合の前に自分との戦い始まってるからね絶対負けるこれサボったらはしれって追い込んではーいタブタブさんそんなこと言うとラインが来そう W くだらんことから意味あるラインまで Amazon ギフト。はい、ありがとうございます。はい。ニンニンありがとう。タムタムさんポカリか？なんだろ。なんか二つ来たね。あれだ、あの例のあれだ、ダニ取りなんとかとポカリかな多分。ありがとうニンニン。Amazon が二つ届いた。ありがとう。お母さんリスナーからプレゼント。ポカリだと思う。ポカリと、昨日なんて言ってたっけな。タムタムさんにありがとうから。ポカリと、多分ね、なんかダニ取り用のやつ。なんかダニがいるとか、なんか。うん。よっしゃ。走りますか。準備しよう。みやびマジでしばき倒したやろ試合で全部みやびのせいにしてみやびをコテンパにしばき上げよ本当に全部みやびが悪い
タムタムさんよく見たら骸骨街から見えるの、夜知らんで通る人怖いかも、わらわら。いや、カーテンつけてるから外から見えないよ。うん、そうそう、さん、村野さんが教えてくれるとかなんとか言うてたね。でも村野さんとそんなつながりがないんだよね、俺。連絡取り合ってもないし、ちょっとその辺は流れ様子見ながらかな。やっぱりあそこはあくまでほら TJ ひか、セブンさんとか TJ さんとかあの辺じゃ、ナーボーとかメインで面倒見てんのが村野さんがあの辺界隈、要はキャス勢と俺が絡みがあんまりなさすぎるからさ、まあちょっと教えてもらえるようだったら甘えようかなとは思ってるんだけど、前回 TJ グループ全勝女子除いて、わかんない、わかんないわ。村野さん格闘技好きなんだよね確か。すげえ、気合入れるか、気合入れろ、気合入れ、気合、外行ってストレッチやろ。ちょっと Wi-Fi 切り替えます。見えてっかな、切り替わった。そう、ちょっと今日多めにストレッチするわ、筋肉痛がひどい。天気いいな。走り始めたから一回も雨降ってねえよ。髭伸びてきたな。あれ放送できてる？みんな見えてる？放送できてる？止まった？タムタムさん OK なんだ。一回枠取り直すけど、タイトル変えるために。
何時だ ?3時。ああ、1時か。筋肉痛。カメオさん、晴天にはどの顔見えるよ。あ、見える。なんか今、電波エラーって出たから。ああ、体硬い。で、一旦この1時間で枠閉じて、そっからトレーニング枠開くから、このまま待機でお願いします。枠取り直しますね。そうそうさん、肌焼けていいな。相手より黒くしよ。いや、俺色黒いの嫌だ。色黒くてかっこいいと思った人がいないんだよ。ふくらはぎが硬い。おっしゃ、じゃあ皆さんお疲れ様です。次役で会いましょう。お疲れ様。タムタムさん、お疲れ様。